時42分、コロノベ13時56分、手塩中川14時30分、音威熱府15時2分、伊深15時28分、名寄15時48分、士別16時6分、ワッサム16時19分、終着旭川には16時49分の到着です。なお旭川では札幌行き特別急行ライナック36号に接続いたします。ライナック36号お乗り継ぎいただきました場合、札幌への到着は18時25分です。なおただいま右手側にレフロがかかっておりますが、エリシー富士と呼ばれますエリシー島が見えております。よろしければご覧ください。JR 北海道からお客様にお知らせいたします。本日2022年10月14日は1872年に新橋横浜間に日本初の鉄道が開業してからちょうど150年の節目を迎える日となります。これまでのお客様の永遠のご愛顧に感謝を申し上げるとともに、JR グループでは鉄道開業150周年を記念した
Thank you.
忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。